漆黒の闇を切り裂いて、ラート界の英雄たちが駆け抜けていきます。果たして先頭に行くのは、コルコットアラビアンが先手を取ります。ヤスティファイ、そしてバンドオー、ダンカプリート、その外、オドルフィン・マルム、そして6番手に、ウォー・アドミラル、月明かりの中、左右に割れた海面を見ながら、水しぶきを上げて、コツバが引き締めます。それからもう一頭、6番、サイテーション、2番、フェイニトリアル、柵を通りまして、ユーソン・マル・パーケル、そしてそのうちに平均バンカー、そして一番人気のラーメンオーナーがうまくいっているのではないでしょうか。そしてその後ろから11番シルバーチャーム、アーレンジバッテル、さあ逃げ切るか捉えるか、頂点を目指す最後の直線を迎えます。ラーメンアラビアン直線の伸び足はどうか。頑張る頑張るオルコットアラビアン、ここからどう伸びるか。サイテーション、バンドオーナー3番手、内から懸命にホルコフリート、違って後ろを見た、レッドオート、オルコットアラビアン、ラスティファイナー2番手、先頭レッドオート、オルコットアラビアン、外からラスティファイ、先頭はオルコットアラビアン、7番エイクブランザー、3番ラスティファイ、一番のうちオルコットアラビアンが頑張っている。なんか来た、エイクブランザーが追い込んできた。12番バンドオー、これは何というのか。レッドダンサーが1着、そしてどうやら最低速が2着。Thank you.